6日間開催 G3 オールレディース第34回瀬戸の女王決定戦予選最終日を明日に変えたシリーズ3日目もいよいよ10月今月の最終レースということになりました。今日のメインは第12レースの記者選抜戦です。1号艇には堀之内京子、2号艇には池田氏の、3号艇には宇野弥生、4号艇寺田知恵、5号艇中北亮、6号艇高橋あずみ、以上6選手の対戦は12レースの記者選抜戦です。ゆっくりとピットを離れた絶好枠1号艇堀之内、自ら6コースを選択です。代わって1コースとなるのが2号艇の池田、サードラインに正体です。2コース目下、昨日から3連勝中シリーズ4勝目を飾った前半カード、ここは2コースとなる3号艇の宇野、3コース4号艇地元寺田スローに合流です。4コース下げて新ペラで挑戦する5号艇の中北、5コース6号艇の高橋で3アウト6コース、このレースはチルト2度にセッティング、1号艇地元の堀之内。このレースは1号艇堀之内、3号艇宇野、そして4号艇寺田の3名に人気が集まっています。ラストカード第12レースは記者選抜戦、 E コースから2番、3番、4番、ダッシュ、5番、6番、1番です。今スタートしました。3コースから好スタート、4号艇の寺田、2コースから3号艇の6コースからグーンと出ていく、ブーンとまくる1号艇堀之内、くるっと2号艇の池田、切り込んでくる4号艇寺田、3号艇のさらには5号艇の中北村、向上面です。トップ戦1号艇4号艇地元の嫁、インコース4号艇寺田、ハードコース伸びる1号艇の堀之内、3番手5号艇3号艇接戦で一緒にコーナーの世界スタートを成長。トップ世界1号艇堀之内、2番手内からやってくる5号艇4号艇が競り合った、懐入ろうと3号艇のさらには2号艇6号艇ホームに帰りました。先頭は1号艇堀之内、2番手4号艇寺田、前の2人は一応体形、その中間3番手2号艇5号艇平成に選手が6号艇の高橋接近者、レースは西村内コーナー、フォーカスは3番手真ん中から2号艇の池田が行く、後方が接近6号艇の高橋小回り、握って5号艇の中北、差しに転じて2号艇の池田で向こう止めです。3番手どうだ、2号艇5号艇の作戦状態は宇宙と音は2号艇の池田、アドコースクライチして5号艇の中北、その後方6号艇高橋、最後方3号艇のレースは2周目の攻防戦、5号艇の攻で殺到する2周の2コーナー、2号艇の池田相当かわしながらホームに帰る、先頭1号艇堀之内、2番手4号艇寺田、3番手かわして2号艇の池田、上段系は1を2、レースは残り1周の攻防となりました。大外から1台後半半ば1周1マーク攻め切りました。先頭1号艇堀之内、2番手4号艇寺田、地元メンバーワンツー、3番手の背が抜けたのは2号艇の池田、上段系をついて1、4、2、2連単1を 6.7 倍、3連単1、4、2、26.6倍、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。シリーズの2勝目、先頭1号艇堀之内、2番手4号艇寺田、3番手2号艇池田が帰ってきて、上段系を1、4、2で間もなく変わるんです。先頭1番堀之内ゴリ、2着4番寺田ゴリ、3着2番の池田ゴリ、5番の中北ゴリ、6番高橋ゴリ、ラストは3番宇野ゴリ。以上、小島第12レースでした。Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je.